いけたかな、言えた、ブーちゃんいけてる、はい、パパです。ブーちゃん帰ってきました。今日の朝の午前、朝一番に病院の方に連絡入れて、ブーちゃんが帰れれる状態なのか確認したら、まあ引き取りに来てもいいですよということなんで、すぐ、僕はちょっとまあ、休めれなかったんで、マーマの方が一人で、ブーちゃん迎えに行ってきました。ブーちゃん、そうですね、手術の方は、主治医、手術してくれた獣医がは、まあ、笑顔で、まあ、専門用語、がちょっと難しかったんですけど、まあ、切り取れる範囲は広範囲に、できるだけ切り取れましたっていうことで、はい、まあ一応手術だけの面ではまあ成功で、ブーちゃんも元気です、戻ってきました。ちょっと傷口がこのうちの下の方にあるんですけど、ちょっとブーちゃん動かしたらね、あんまり良くないんで動かせれる、ちょっと行ってみるか、やめとく、ちょっと行ってみる、はいはいはい、ちょっと待ってね、ね、こっちはないやんか、こっちはプーちゃん、はい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 、もうかなりね時間経ってるんで、こんな風に、はい、前よりかなり広範囲で見えますか、はい、で、はい、毛も剃られてるところも、はい、広範囲に剃られてるんですけど、で、抜歯までやっぱりちょっと時間がかかって、で、まあ1週間後ぐらいに連れて行って、それでちょっと癒着がまだ不十分だという場合は、半抜歯、半抜歯って言ったかな、まあ感覚的に半分だけ抜歯して、でまたその癒着、うわ、待て、癒着ぐらい、皮膚の癒着具合を見てから、全部全て取るような抜歯をするだろう、それが一番いいかなっていうことを聞かされてます。で、ぶーちゃん、よしよしよし、はいはいはいよかったよかった、もう本当にね、ちょっと前より大きい手術で、よしよしよし、もう心配してたんですけど、よかったよかった、本当に、はい、皆さんのコメントをすごく励みになってます、はい、特にね、亡くなったお豆が見守ってくれてるよとかっていうような、はい、コメントも、はい、本当に、励みに なってます。なりました。で、今後なんですが、まあ、切り取った、まあ、悪性だと思ってなかった腫瘍で、ちょっと進行が早いんで、もうどうせ取らなくちゃダメなんで、取っとこうっていう形で急遽取ったんです。で、それが、まあ、悪性だったっていうので、悪性じゃないと思って取った腫瘍が悪性だったんで、もう本当腫瘍ギリギリのところの切除だけだったんです。で、まあそれを広範囲に取って見て、まあ大きく取った端の方に、がんが行き渡ってなかったら、まあこれでとりあえずはここにある腫瘍のがんは全て切り取れたっていうことで、今の病理の方にその切り取った、今回切り取った、部署を検査に出してもらってる、見てもらってる最中です。病理検査最中、結果待ちになります、はい。で、それでもまだがんが見つかった場合は、今後はもう抗がん剤
治療っていうことになるんですけど、まあ僕はそこまではなってないと思ってます。はい、うん、そうですね。で、ぶーちゃん頑張ってるよな本当に帰ってきてからもすごい、ぶーちゃん帰ってきてからもすごくね、食欲もあって動き回ってます。だけどちょっと散歩の方はね、ちょっと当面行けれない。毛も刈ってるんで、もし万が一虫にも刺されて病そこからまた新たな菌が入ったら、そのことを考えたらちょっと慎重になってます。うん、それはね、お豆の時もまあ散々言われたんですけど、ちょっと過保護にしすぎなんじゃないかとか言われて、もう僕は過保護に育てるっていう形で育てたんですけど、もうブーちゃんの方ももうちょっと慎重に、過保護すぎるぐらいになってあげようと思ってます。今回も例えばまあこれは絶対に腫瘍じゃないから大丈夫、こんな出来物を皮膚にできてる出来物っていうのは、まあ、1歳ちょっと過ぎぐらいかな、見つけたのは、うん、全然大丈夫だからって、こんなんよくあることなんでほっとけばいいよって言われたんです。で、その万が一もしがんだっていうことっていうのは一切考えてなかったし、考えてなかったんです。誰も予測もしてなかったんですが、これからは本当に慎重になって万が一のことをも視野に入れながら育てていきたいと思ってます。もう思ってます。もう超過保護でもいいと思ってるんです。はいそういうことです。ぶーちゃんよかった。まあ、とりあえずまず無事退院できてよかったと思ってます。うんね、ブーちゃん頑張ろうね。これからブーちゃんのまず体、ここの病理検査が、まあ戻ってきていいっていう、まあこれでここの今切り取ったところのがんが、まあ、一切取れたっていうこと、切除できたっていうことを確認した後に、もう一度、どっかに転院してるか、小さいがんがあるかどうかっていうものを確認して、でそれも確認できたら、はい、とりあえず、うん、再発がないように努めて、はい、むーちゃん頑張っていきます。まあとりあえず2年間全て切り取ったとしても2年間は再発の可能性がすごく高いっていうのと、むーちゃん自身が、まあ、生まれつきがん体質の体で生まれてきてるっていうのも念頭に置いとかなくちゃダメですっていうようなことを言われたんです。はい、そういうことなんで、はい、まあそういうのを念頭に置いて、はい、ブーちゃんと一緒に頑張っていこうと思ってます。とりあえずは、はい、第一段階のハードルは手術という拡張再手術クリアしましたありがとうございます。はい、ブーちゃんブー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 はい、また病理の結果が出次第で、その後ブーちゃんの、がん検診、最終的ながん検診の、結果も出次第お伝えしようと思ってます。全部いい結果が出ると僕は思ってます。僕らも思ってるんで、はいはい、ありがとうございました。はあ、ね、よかったね、ブーちゃんね、よかったよかった、もう降りとくか。はい、あ、よかった、ブーちゃん、はい、ありがとうございました。うん、寒くなったね、ブーちゃんね。はい、ありがとうございます。はい。